私は右組み、相手は左組みの、まあ、喧嘩打つ。この時に、大体軽量級の選手というのは、まあ、なるべく下から組む。下から組んで喧嘩打つの相手に対しては、ちょっと使ったり、こう打ち使ったりして、まあ、正面を向かせて、そして、入っていくっていうのが基本的なセオリーになってます。ただ、なかなかそういかない、うまくいかない時もあるんで、私の場合は、例えば常に下から取りたい、下から取りたいっていうのであれば、お互いもう本当に取り合って取り合ってで、なかなか組み手が進まないっていうのもあるので、私の場合はもう先に相手に取らして、上から取りに行く。上から取りに行く中で、どういう形で背負い投げに入れるかっていうのを研究してました。でその中で私がまあよく使ってた技なんですけども、相手は組んでついてきます。 でまあ組んだ時に、まあ、先に組ましてもいいと思ってました。組まれた中でいかにどういうふうにして上から巻いていくか、こうなった中でも例えば手首を上に持っていって、これを押すだけでもそれなりに防御の効果があります。そういう中で自分の肘を相手の指にこう当てていきながら巻いたり、まあ、こういう形で、まあ、組み方はいろいろあるんですけども、組む。このままだと何もできません。で私は上から組んで自分のですね、この肘、この突っ張ってるこの相手の釣り手を自分の相手の肘の少し上の部分に自分の肘も当てて、自分の脇を締めながら、なるべく上から肘を重ねて落として、こういう形を作ります。でもこの時相手が手を伸ばしたくても、もう私の体重がこうかかってるからなかなか伸ばせない。もうこの時点で相手の釣り手を制してるわけなんですね。でなるべく内に、この状態を作った中で最後は、まあ、通常の背負い投げの入り方は多少違うんですけども、もうここの中に真正面に深く入るっていうよりも、もうこの肘を支点にして、もうここで決まってるんですね。多少入り方がもうこれ浅くてもいいと思ってます。いいから、ここをしっかりとこう巻き込むような形で、ここで投げる。で投げる意識を持って、で技に入る前にいかに相手のこの釣り手を落として自分の方に引いてつけるか、もうここを決めるのが全てです。で時には自分の肩で少しね、覆いかぶさるようにしたりとか、肩で押したりとかして、で最終的に相手の釣り手を曲げるときは、なるべく相手の肘のちょうどこの辺りから折りに行く。で最終的にね、最終的には少しずらすような形で、相手のこの最初は相手のここ、私もここ、だんだんちょっとずらしていきながら、最終的にはこことここら辺をクロスさせて、どんどん中に入れていく。中に入れていって。ここを中心にして、はい、
ここは決まってるわけなんですね。多少こうやって相手とずれててもここが効いてるので、このまま横に流すような意味。喧嘩の相四つの時というのは、真正面に入って上から下に引き落とすイメージ。これの場合は横に流すように、横に流し、ちょっと戦略が厳しいなと、バレてるなっていう時は、ここまでは一緒。そして、通常の戦略はこう入る。それを、この軌道を少し大きくして、相手の横に入る。横に入ったまま、そして手は決めたまま。で、内股に行きます。では同じ入り方だけども、最終的にこの次足の使い方だけ変えて、攻め投げに行くパターン、そして内股に行くパターン、この2つのパターンを私は使ってました。ここまでは一緒。そしてこれは触り下がりながらじゃなくて、常に前に出るから前に出る前に出る、相手が追い上がったところを攻め投げないパターンと、この2パターンで私の、この展開する相手に対する、攻撃というのをやってました。私が先ほど説明した喧嘩四つの相手に対しての内股ですね。内股で投げに行った時に、どうしても相手は頭が下がったらどん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 巻き込まれていくので、その状況によって相手は、私がこう入った時に頭を落とされないように胸を頭を上げていく選手もいました。この選手に対して内股からの変化の背負い投げです。これはあくまで内股で投げるんだっていうのが大前提。何度も。でこう内股で投げると追いかけていって、相手の体が上がってきた時に、この肘がだんだん抜けてくる音。完全にこの肘が、自分の肘が抜け切ったそのタイミングで、内股のこのお尻がこう今はずれてます。これを少しずつ肘を抜きながら、お尻をこのケンケンでずらしていって、で最後このまま背負い投げに移行する。
背負い投げに入るための内股だと相手は絶対についてきません。奥あくまで内股に投げるから本気でいくからこそ相手は投げられないように上げていく。その過程の中で、はい、この技のポイントはこちらでしっかりバランスを取りながら常にこっちで、これで相手が本当に頭が下がってきたらそのままでいきます。このついてでしっかりと巻いていく、引き手も落としていく、でけんけんで、そしてこっちもかぶ、上がってきたときに少しずつこのけんけんを内側に寄せていって、腰を入れて、まずやっぱりそのしっかりと組んで、その正しい背負い投げ、体の全ての使い方も含めた、あの常に一本一本技に入るときに、まあ、特に打ち込みのときに、その引き手の使い方、釣り手の使い方、腰の回転の仕方、その正しい背負い投げの体の使い方っていうのを意識しながら丁寧に打ち込みの練習をしました。でそれでね、慣れていったら、あの少しずつこう上達するにつれて、その精度を高めていく、正確さもそうだし、力強さもスピードも全ての精度を高めていって、もう本当に一本一本がしんどい打ち込みっていうのをするようになりましたね。まずそこでしっかり形を作って、で形を作ったこの背負い投げを今度練習でどん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 出して、自分の柔道スタイルであったり自分のこの体の体型に合うオリジナルの背負い投げっていうのがどんどん出来上がっていったと思います。私は中学校入った時に体重が32キロしかなくて、高校入った時に45キロしかなくて、まあ、その時っていうのはね、こうちょっと組まない柔道、まあ、体が小さすぎたので組まない柔道で、まあ、片手でもいいし片襟でもいいし、もう組んだらすぐに技かけてっていう、そういう柔道をちょっとしてたんですけど、まあ、私の当時の監督から、もう今は勝てなくていいからしっかりと組む柔道をしなさいと、しっかりと組んで一本を取れる技、一つの得意技を磨きなさい、うん、だから今だけ勝てる選手でいいんだったら、そういうね、あの組み入っての、うん、そういう柔道してもいいけど、これからもし自分の努力が実ってチャンピオンになれるような、そういう選手になった時に本当に息の長い実力のあるチャンピオンになりたかったら、今は勝てなくていいからしっかりと組める、まあ、そういうご指導いただいて、そこからですね、だから組むのは、組み手の中で切るのは楽なんですけど、そうなった時にいつまでたってもやっぱりね、その本当の意味での組んだ柔道っていうのはできないし、組むことによってやっぱり防御力、その、受けも強くなるっていうふうに思ってたので、なるべく練習の時は自分から切らずに、不利な状態でも不利な状態から組んだまま有利に持っていけるようにっていう、まあ、これができることによって本当に組む力っていうのもついたし、まあ、試合になればね、最悪の状況を切ればいいし、だから切るっていう対策しかできない選手はやっぱり脆いと思います。だから組む柔道、これがもう本当に自分の私の原点なので、練習の時はそういう形で自分からは切らないっていうのを意識して練習してましたね。常に本気、若い頃はちょっとね、その練習の仕方とか努力の仕方っていうのがちょっと間違えてるところもあったと思うんですよね。練習も厳しいし、練習時間も長いし、どっかでそういうあの練習メニューをこなす、ことに必死になってたかなと。今日大学に入ってある程度ね、自分がこうトップを目指すっていう、そういう段階になってきた時には、与えられた練習メニューだけど、みんな同じことをやってるわけなんですよね。その中で自分がトップに行くためには、与えられたものをいかに自分ごととして、身になる努力、本当に意味のある努力にしていくか、そう考えた時にはやっぱランドリー1本、
練習でランドリー一本一本に対してもそうだし、打ち込み一本一本に対してもそうだし、全てその一本にちゃんと意識というかね、目的意識を持って、やり抜くっていうのは大事にしてましたね。だからもう努力して当たり前の中でどういう努力を重ねていけるのか、そしてその中で特に、自分に合った努力、自分に生きる努力っていうのを見出していくっていう、そういう意識を持って練習するようになって、またね、練習の質っていうのも高くなっていったし、自分自身も強くなっていけたかなと思います。